行政執行法、行政執行法、行政執行法、明治33年6月2日法律第84号は、日本でかつて定められていた法律である。全文7条、明治憲法下においては、行政上の強制執行及び即時強制の通則法としての役割を果たしていたが、第2次世界大戦後、人権侵害の恐れがあるとの批判が強まり、 昭和23年に行政大執行法の成立と共に廃止された。行政的執行につき通則的な定めが置かれていた。すなわち、代替的作為義務についての大執行、被代替的作為義務についての執行罰が定められていた。さらにそれらができないとき、及び休泊の事情があるときには直接強制を行うことが認められていた。 またそれに加え、同法一条一項がと定めるなど、一条から四条は、累計ごとに即時強制の一般的規定となっていた。規定のましは次の通り、A。保護検測で水車、風来車自殺を企てる者その他救護を要すると、認めた者に対する処分、非検測者に内在する原因によって、 救護を要する場合に加えられるのであり、他人の行動のため身体生命に危害を生じる場合に加えられるものではない。予防検測暴行、闘争その他公案を害する恐れのある者に対する処分。検測の期間は翌日の日没まで1条。これが必要とされるのは、非検測者の行為の自由に放任すれば、暴行闘争などになる恐れのある場合である。 B 密売員反者に対する衛生、治療の強制、または居住の制限、3条1項。C 風俗上の取り締まりを必要とする営業者の居住その他の制限、3条1項。D 住居捜査の制限日で前、非没後現居住者の承諾のない限りその邸宅に入ることができない。ただし例外としてその邸宅で爆撃、 密売員の原稿があると認める場合、生命、身体、または財産に対する危害が切迫したと認める場合、及びその場所が、旅店、割烹店その他夜間といえども、囚人の出入りする場所で、その公開時間中である時などはたとえ日出前、日没後でその場所、邸宅に入ることができる。二条。いい天才、事変などの場合の土地、物件などの使用。 または処分権もしくは使用を制限することができる。四条。国会間接強制法令、または処分に基づき命じた行為、または不行為に対する次のような強制処分を行うことができる。自ら義務者のなすべき行為をし、または第三者にこれをさせ、その費用は義務者から徴収する。義務者のすることができない時及び、 不行為が強制であるときは25円以下の過料に処する。ただし、急泊の事情がある場合はの処分をすることは、この限りでない。5条1項、2項。G 直接強制間接強制の方法によって、行為、不行為を強制することができないと認める場合及び、急泊の事情がある場合に初めて直接強制を、することができる。5条3項。HB 及び、 F の場合の費用もしくは、過料の徴収方法、6条。愛保管物件の処分認可、または許可を得なければ所有することができない物件を保管した、場合その所有を認許することができないと認めるとき、エビスキ、狂気その他危険な物件として仮領地した、物件1条1項で1か年以内に交付請求がない場合などは、 これら物件の所有権は国庫に帰属するなどの処分権ないしその制限を行政官庁に対して認める。ここで行政官庁とは各省大臣、警視庁、府県知事その他の行政官庁を含む。以上のような処分をなすべき場合の各具体的な場合、施設、過料の金額、執行の手続き、費用の帰属などについては行政執行法施行令に規定された。 明治三十三年法律八十四号。検測の方法は、監禁、死死を縛るなど一定していないが、それぞれの場所に応じて必要な方法であることを要し、必要以上の検測はしないこととされた。また、検測の期間は、翌日日没までであるが、期間満了後検測を必要とする条件が、なおも存在すると認められる場合は重ねて、検測することがあり、これを俗に、 虫返し検測と称した。この場合であっても一旦解放し、直ちに検測すべきであるとされた。戦後新憲法の制定に伴い、行政執行法は強い批判にさらされた。すなわち、この法律が行政法学上のいわゆる三段階モデルを前提としていたことや、またそれゆえに規定が抽象的であり、この法律に基づく即時強制や、 直接強制が乱用されたことが示断されたものである。そこで昭和23年になって行政大執行法不足第2項によって行政執行法は廃止された。行政執行法の廃止後、行政上の強制執行全般についての通則法は未だ制定されていない。すなわち、大執行については行政大執行法が通則法となっているが執行罰。 直接強制については通則法がなく、個別的規定が存在するにとどまっている。また、即時強制についても通則法はなくなり、警察官職務執行方法が個別に定められるのみとなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。